じゃあ今日は振り袖のスタイルを、この長さもそうですね、まあ、ショートボブで襟足もほとんど、ちょっとだけ後ろ襟足ももうこう刈り上がっちゃってる、完全に刈り上がっちゃってる、こういう感じをの土台からちょっと振り袖っぽい頭をこうなってるんですけど、やってみます。2ブロックになってるんですけど、でやってみます。一応今巻き上がりなんですけど、こういう風に巻いてみました。ホットローラーとあとピンカールで、バックがもう全くここがない状態ですね。これを出さないで、でちょっとできる限り和風テイストにしてやってみたいと思います。まず最初にワックスを使ってなじませながら、ワックス2種類使って少しこう髪をほぐしてなじませながら、すごくもうテンションがいりますので、アイテムは501のファイナルブラシでしっかりとブラッシングします。この時に左手はもうほとんど動かさないで、プリンプアップにも載ってるように左手はもう静止して、で必ず人差し指、中指ってこのリンプルしてるところに乗っけて、こうやって少しずつなじませます。はい、とりあえず501ファイナルブラシと801ファイナルコームで使うんですが、まあこういう単行本にも載ってるんですが、この801のこの部分ですね、根ずりという部分でバックコームを立てないと、セミショート、まあもしくはこのぐらいショートだとほとんど立たないことになります。ですからこのようにいきなり立てるのではなくて、必ず最初にスモールバックコームというのを立ててからちゃんとバックコームに移っていくという形が重要だと思います。まず頭の骨格を見極めて、バックの、まあ、完全にボンノクボより上、この位置まで刈り上がってるんで、その上のところでフィニッシュするように。で801はまず持った時に必ずファイナルブラシ同様、ここにウイングのところに親指と人差し指が来て、残り3本の指がこういうふうにトントントンって入る仕様になっているので、これが正しい持ち方です。そしてテールの方で作る場合と、この親歯の方でブロッキングする場合があります。でこうした時にまずショートの場合には一番ポイントになるものを作っていきたいので、まずポイントになるものを作っていくんですが、ピニングがすごく難しくなるので、こういうふうに親指でプッシュして、で、まあ、こういうふうにしてワンピンでちょっと止めるんですね。まあ、こうやってセンターに集めていきます。で今止めたピニングはこのプリンプアップに書いてあるんですが、変形 C ピンって言いまして、挟んでる親指でこのような形にして、ちょっと毛量の多いとこをピニングしやすいようにします。また自分でこういうふうにいろんなピンの形を作って、あと海外の方なんかの場合だとよくゴムとピンを絡ませたりもするんですが、一つのネジピンとか鬼ピンだけでも最低これだけのいろんな曲げ方が考えられるので、これで応用を効かせてピンを止めるという形でやっていきたいと思います。501のファイナルブラシみたいに木目のものは毎回木目が違うんですけど、プラスチックの成形のコームっていうのは誰のも一緒になっちゃうんで、こうちょっとヘッドに色をつけたりマニキュアで取ったりで、中指で通してこの時に801を挟んどいて、そして
さっき本にも書いてあった変形 C ピンをここに人差し指を挟んでいる時に親指でヘッドを崩してロングテールの方を絡ませて、でショートを押し込みます。親指で押し込みます。でこれを 3,4 回繰り返しながらサイドの毛を作っていきます。もうあとこれサイドをこの一つで終わりです。でフィニッシュに、501のここにフィンのおひげのところにハードなワックス忍ばせてあるんで、ここでここだけ違うワックスをつけて、で少しバックにテンションかけて、まあこれで両サイド完璧に終わりましたので、あとは襟足の方バックの方をどうするかという形で取っていきます。で必ずピンワークするときは左手と右手もう先に用意をしに来て、どの角度から打とうかということで、ね、1本で止まるように。でこれで今両方とも両サイド全部完璧にピニングが済んだ状態ですね。サイドを入れてバックなんですが、今バック3つぐらい作ったところなんですが、もう別段ここの刈り上げを隠すというんではなく、逆に見せてピニングしてます。でこのピニングするときに少し半ひねりにして毛先を遊ばせるようにして、スモールピンを若干変形 C ピンに作って、そして長い方の足を絡ませてからこうやってピニングしていきます。でもうここも見せるし毛先も遊びで出してます。こう隠したりとかするというのではなく、逆にただし絶壁から下に絞ってるんで、まあ、この辺は少し遊ばせてボリューム感は真ん中の方に来るようにひねっています。そしてスモールピンで長足の方を絡ませて、ロングテールを絡ませてこちらに向いていく。でこれでもうフィニッシュですね。ほんで最後のピニングして終わり。はい。テクニック的にはプリンプアップの66ページのこのモヒカンっていうのと同じなんですが、あえてモヒカンにしないで、バッグの刈り上げの上だけ毛先を遊ばせてボリューム感を整えたという感じで仕上げてみました。でまあ基本作業はピニングの分だけ、そしてここ毛先遊ばせてるっていうだけですね。だからまあ時間も早いし、でよく成人式でこうボブスタイルのまんま出ちゃう子は結構いるんですが、実はボブのまんま出ると意外とカツラっぽく見えたりするんで、ボブスタイルであっても少しわざと少し遊ばしたいスタイルにする方が面白いと思います。じゃあこれでちょっとウォーキングしてみます。